めっちゃセミ泣いてる。クワちゃんね、今泣いてるんや。いいね。キャンプみたいやわ。なんかもう自然豊かですな。地下鉄の駅やのに、この自然豊かな。面白いですね。いいね。ここもセミ泣いてる。クワちゃん入ってる。
1357って書いてます。ほら、いい演技です、いい演技ですねこれね、うん、1357ライトは LED なんよね。しんちゃんかわいい、あ、すごいな。ビッグスペースは超誕生日ぴったし40歳迎えたらですね、はい、先ほどの電車かっこいいな、このレトロ誕生日さ。これもっと降るぞ、来るかな。ブレーキでかっ、やばっ、えぐえぐえぐ、なんでこんなブレーキ音でかいねブレーキ音でかすぎやろ。今日はさやります。今日はさやだな、ほら谷川です。めっちゃ匂いしてる。木の香りや、これ。キャンプ場の香りするわ。ガリキーなんでね、めっちゃ森の香りしてますわ。はい、キャンプ場の香りと全く一緒ですわ、はい。木の香りがね、ちょっと涼しいんですよね。大阪とかに比べても、ちょっとだけ涼しいんですよ。これがちょっとだけ。キャンプ場にいるような感じです。
万部町のような感じですわ、この自然の周りがね。でもまあ、そうかね、都会なんか田舎やけど、なんか都会っぽいよ。そう、これ、うん、若干これ、アーム振ってますわ。やばい。めっちゃ雨降ってる。いや、めっちゃではないけど、小雨ぐらいかな、降ってますわ、うん。あ、これから試合なんです。今から、うん、18です。阪神とオリックス、試合やってますわ、今から。いや、台風の要はやってるんやな、イベントは。ええことや。でも、セミが来るなぁ。キャンプ場やん、ここ、マジで。ここまで止まってきてるんだよね。地下鉄できて思えないぐらい自然が豊かなんですよ。もうキャンプ場みたいな駅。いちょっと今から始まってるんですけど、雨降ってますわ、ほら。若干これ雨降ってますわ。うん。まあ小雨なんでね。うん。まあ鳥なめなんで大丈夫だと思いますけどね。あ、でもナイト撮影もね、案外綺麗になりますよ、はい。あ、これです。すごい綺麗やな。何綺麗やろね。電球色やから321系が223系。深海速度221。いいですよ。
好天気とラッピングなので、はい、すごいな、これ高専のラッピングや。高専球場、ラッピングトレインが入ってきます。はい、こんな感じです。はい、もう高専球場100周年のポスターがいっぱいあります。お時間になります、ご注意ください。